お助けを。厄介事か。し、人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ、その森とは。周りを見て、すべて善信という僧の信者、皆善信に乗せられて猛虎に仕えています。僧が猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう、お主も他の者も。よかった。ですが森を殺さないでください。善信の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。では信者だと偽り、寺の内から他の者を探してみよう。教えは方向に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく善信が森に講釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください、今のうちに。大高族に仕える僧か、直ちに明らかにせねば。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。あやつが前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹を空かせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと？大高の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大高族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。やあ腹からよ、当山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、善信様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた？糸という娘から善信様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失ったまでだ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そして直に息の皆も悟るだろう。大高様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に出でますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい、よく励もう。何故あがく、この者らは下るのだ。己の未来よ。善信様のお食事です。お運びいたしましょうか。置いておけ、今宵の支度をしていらっしゃる。
妹は善信様に殺されないだろうか。どうしてそう思うんだ。善信様、大鷹の幻。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。善信様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。善信様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け、腹からよ。話すことはできません。苦しみに打ち勝たなくては。いたわしい。よろでない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。おい、新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。こいこい。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大鷹が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も。使えてりゃただで食える。皆寝静まった。動くなら今だ。あやつらはすでに自由。恐怖にとらわれておるのは己だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大鷹族が来たよ。はい、ある。次の番はもうかか。俺がバンを倒しておこう。その後逃げよ。
중하루! 逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。いとか。ええ、知ってるんですか。いとも救う。二人で里に帰れ。では、丘の下で待っとります。逃げよ。お主を待っておるぞ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。Sind ne Gumben. Hui, Arbo. Abente, Marcela, Arjin. Siebzige Bild, Zatki.あとは全身寺の中だろう。ネギヨン発信だ。ヤスンベこれほど尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな。大高はここにはおらん。だが大高の毒は俺も食らった。それゆえ幻が見える。その度己の弱さを深く知るが、決して潰れはしない。お主もそうだ。何が見える。叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず。もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。
大高の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った、何をしてかした。苦鬱であった。信者に全て打ち明けよ。大高族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため勤めよう。その後寺を離れる。大高の声が消えるまではいつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。息子だろうが、役に立つならいいじゃないか。人斬りの息子に変わりはないぞ。父親の罪は息子の罪ってわけじゃないだろう。あんたが娘らを救ってくれたと聞いたよ。子供が戻ってきた。嬉しくて舞い上がりそうだ。わかるだろう。そのようだ。祈っとく。あんたもこうなすようにって。その願い叶うかもしれんな。達者で。お前の敵になったらな。あの時は助かりました。母の元で暮らすのがこれほど幸いと思ったことはありません。家を燃やされた。もう何も残っちゃいない。母さんがずっと嬉しそうに笑ってます。家族を捨てるなんてアホのすること。今は小言が懐かしいです。里井ゆえ戻ったのだ。でも考えてしまう。